新集発売おめでとうございます、はい、ありがとうございます、まあ、今回どんな内容になっているのかお願いします、はい、今回はですね本当にもう私の全てが詰まったというか結構パーツパーツの写真もあったりとかで胸だったりそのウエストラインだったり今回はお尻もあったりとかで本当私も完成したのを見たらなんか自分で読んでてもなんかケイチが隣にいるみたいな感覚になったので本当に卒業前にその見てくださってる方と卒業旅行をしているような気分になれる写真集にあったんじゃないかなって思います。これ今回撮影はどちらで？あ、グアムです。ちなみにいつ頃行ってきたんですか？12月の初めに行ってきました。どうでした？撮影の雰囲気的に。本当にもう自然というか結構なんか穏やかな空気が流れてたというか本当に素の自分を出すことができました。なんか撮影中のエピソードとか何かあります？撮影中のエピソードはその本当はこの夜の海で撮影をしたんですけど本当は夕方夕景の中で撮る予定だったんですけど日が落ちちゃってで夜の海だったんですけどなかなか夜の海で撮影することってめったにないのでまた新しい一面を出したんじゃないかなって思います。群馬12月でも暖かい？あ、めっちゃ暖かかったです。全然その水の中に入って撮影してるんですけど全然寒くなかったです。今回僕まだ全然中身知らないんですけれども、はい、表紙見ただけでもかなり露出度が高いなと思うんですけど、ね、自分でどう思います？はい、確かに、まあ、露出は結構高いんですけどそのメンバーの渋谷凪沙ちゃんとかもケイチさんは露出が高くてもなんかただエロいじゃなくて美しいヴィーナスやみたいな風に言ってくれたんでそれが嬉しかったです。でもエロいは前提なんですね。そう、エロく色気を出してるかどうかわかんないんですけどでも結構露出が高くてもなんか綺麗に見えるように撮ってほしいって最初にお願いしたのでそこがちゃんとしっかりできてたんじゃないかなって思います。僕なんか性的な目で見られると嫌だっていう人もいるんですけど、まあでもそんなしょうがないので全然嫌とかはないんですけど綺麗だなって思ってくれたらそれで嬉しいです。はい、あの先ほどあのメンバーの他の方にも何か言われたことありますか、はい、写真集で。あ、メンバーですか、はい、あの太田優里ちゃんとかはすごいフィギュアにしたい芸術ケイちゃん その体は芸術だって言ってくれたし指原さんにも私したんですけど本当にケイチのいいところがすごく出た写真集だねって言ってくれてすごく嬉しかったです。あの先ほどパーツパーツで写真撮られてるってことなんですけど、はい、ジョニーさん的にはどこが一番好きなパーツなんですか自分の。私本当におへそに自信があって本当にシュッて線で描いたようなラインのおへそでだからウエストがここの部分がすごく好きです。結構その部分もあったりするのでそこがアップになったりしてるところがそこはで先ほどあのお気に入り の,、はい、あの写真を見せていただきましたけれども、はい、これはどこが自分でいいなって思ったんですか。これはそうですねやっぱりそのお尻も映ってるしそのこの体のウエストラインも綺麗に映ってるしで胸も映ってるし横側も映ってるしで全部が詰まってるんじゃないかなと思います。この1枚にこれ撮影してて風邪ひいたってことないですよね。いや全然本当に暖かかったんで、うん、暑いぐらいでした。逆に着てる絵ってある写真ってあるんですか。今見るとパンツ一丁みたいなのがばっかりなんですけど普通にそのこういう可愛らしいワンピースだったりとかこれもメンバーがすごいこのワンピース可愛いって言ってくれたりとか衣装も結構私に合わせて作ってくださったりとかしたので全然、あ、ここもですね。ここも普通にはっちゃけてるところは全然映ってる、まあ、ちなみにあの、まあ、4月の10日で卒業コンサートということで、はい、まあ、昨日小島さんの卒業コンサートだったんですけど、はい、それ見て何か自分のコンサートでこんなことしたいみたいなとかありました。本当にすごい小島さんのこだわりがいっぱい詰まったコンサートで
と私もぜひ平地選抜とか作ったりして、いろいろもう今いる子たちがもっと、やっぱり私卒業するから次の推し面を見つけに来る方も多いと思うので、そういう他の子たちもピックアップできたらなと思います。じゃあそろそろ他の方のご質問もお受けしたいと思うんですが、ある方は挙手でお願いいたします。卒業後は何しようとか決めてるんですか？卒業後はとりあえずゆっくりするというか、とりあえずは普通の女の子になって、自分のやりたいことというか、やっぱり本当に声量がなかったりもするので、そういう勉強をしたりとか声の出し方、声の出し方とか、いろいろまた映画とかもたくさん見たりできたらいいなと思うし、そういう将来のために今でき学べることを学ぼうかなと思ってます。映画活動は続けるってことですか？そこがちょっと迷ってるというか、あんまりなんかちゃん約束をしたくないというか、やっぱり普通の女の子になったら普通の女の子の方がいいなって思う場合もあるかもしれないし、いや、やっぱり女優さんになりたいとか思う場合もあるから、人の気持ちがいつ変わるか分かんないから、とりあえずはちょっとゆっくりはいして考えるって皆さんにも言ってます。もう一方ぐらいいらっしゃれば。改めて卒業して6年経って、卒業子供卒業発表してから今までと何か違ったものに見えてる？なんだろう、でも本当に卒業発表してから余計本当に NMB のことをもっと好きになったというか、メンバーのこともスタッフさんのこともなんかやっぱり、あ、これが最後なんだなって思うと、本当にそのお仕事とかそのメンバーのこととかがにもう思うことがすごい増えてきて、余計大好きになってしまって、もっともっとちょっと寂しいなって気持ちはあります。